皆さんこんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます門田彩奈です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは東京タワーからお知らせです。毎年11月3日に開催されている浜祭りは、東京タワーの地元でもある浜松町の各施設が参加し、地域活性化や環境保護活動をテーマとして行う一大イベントです。今年は東京タワーを含む浜松町エリアの10会場にて様々なイベントが展開されます。東京タワー正面玄関ではアイドルフェスティバルと題して、その名の通り様々なアイドルたちが入れ替わり立ち替わり登場。イベント各会場をめぐって、この日は浜松町で丸一日を楽しみましょう。イベントの詳細につきましては公式ホームページをご覧ください。それではお待たせしました。この後登場するラブジャミをご紹介します。ファンキーなブラスフォーンとボーカルで時代のチャレンジを応援する新感覚のブラスアイドルユニットです。先月9月にファーストシングルチャンストゥーライトをリリースし、ユニバーサルギアからメジャーデビューをしました。それではラブジャミの皆さんです。新感覚ブラスガールズユニットラブジャミと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日ラブジャミ初めて見るよって方、あのね、嘘ついてる方の方が多いかな。はい、ということで私たちね、まだスタートしたばかりのグループなんですけれども、ということで今日初めての東京タワーのステージ、もうね、メンバー来た瞬間から大興奮ですよ。東京タワー来たみたいな。綺麗写真撮ってるんですけど、そうこんな綺麗なところでね、やらせていただいて、またさせていただくようにね、今日たくさん楽しんで帰れたらなと思いますので、はい、最後までぜひ短い時間ではありますが楽しんでって帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうこれ次の曲行っていいんですか。行きますか。行きますか、ね、うん、そうですね。では早速次の曲行かせていただきたいと思うんですけれども、この東京タワーの綺麗な夜景にぴったりな曲だと思います。それでは聴いてください。ナイトバード。
次にお送りする曲はチャンストゥーライと言います。チャンストゥーライト、はい、この曲すいません、はい、私たちのデビュー曲で9月14日先月ですね、ユニバーサルギアさんからメジャーリリースさせていただきました、頑張る人を応援する応援ソングとなっています。それでは聴いてください。チャンストゥーライト。今からじゃいただけてますでしょうか。イエーイ、ありがとうございます。
私が今一番大きかった声、一番楽しいのが私が。皆さん、もう一回言って。もう一回いきます。いきます。皆さん、楽しんでいただけますか？いただけます。間違いございます。皆さん、楽しんでいただけますが。ましたか？ましたからね。ごめんごめん。マスカじゃない？マスカ、マスカだよね。ましたかです。はい。はい。ということで、続いて、J-POP の名曲2曲をお送りしたいと思います。ダウンタウン、ファンキーフラッシン。色の多少があれ降りて
ありがとうございました。ダウンタウンファンキーフラッシン2曲続けてお送りいたしました。わーわーすっごい緊張したそう、ラブジャミライブも残すところあと2曲なとなってしまいました。やだ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 ありがとうございます、ありがとうございます。はい、まあ、終盤ということでここで一つ告知があります。明日月曜日なんですけど、テレビ東京さ ん, んテレビ東京さん7チャンネルで、私時は花って言うんですけど、時は花が時は花が夜8時からなんだっけ、日本の母ちゃんに会いたいっていう番組に取り上げられました。それでそうそう、それでそう、まあラブジャミのみんなとかも、まあ、ちょっと出てると思うんで、ちょいちょい出ます。まあ、内容はまあネタバレになっちゃうんでちょっと秘密なんですけど、まあ、ぜひ明日の8時7チャンネル、8時から特番2時間特番なんですけど、まあ、そこのどっかに多分出てると思うんで、まあ、もう一回タイトル言っとこうか、番組名ね。8時から日本の母ちゃんに会いたい、それです。7チャンネルぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。そうそうそう、あともう一個りんちゃん、はい、あともう一つラブジャミから大事なお知らせがあります。11月の4、5、6日に、東京のビッグサイト、あちらに今ポスターをチラシを掲げてくださってるんですけど、東京ビッグサイトで楽器フェアというイベントが2年に1度開催されるんですけど、本当にいろんな楽器、私たちが持ってる管楽器だけじゃなくてギターだったりドラムだったり、本当にありとあらゆる楽器の祭典というんですかね、本当にいろんなミュージシャンの方も出演しますし、もちろんそこでラブジャミもメインステージに出演します。イエーイさあ4日が私たちラブジャミのメインステージなんだけど、5、6はぜひ皆さんと一緒にステージで演奏したいなっていうコラボ企画なんですよね。あれかわいい、こういうねちびっこちゃんとかにもねぜひ一緒にね参加してもらえたら嬉しいなと。楽器やられてる方とかいますか？実は楽器やってるよ。あれ、あいた、お、何の楽器？あ、いるいるいる、なんいろんなの。あ、すごい、さすがさすがさすが、全然初心者さんでも大歓迎ですので、この P トランペット P ボーンっていうプラスチックでできた、今彼女たちメンバーも持ってるプラスチックでできた楽器を持って一緒に踊る、はい、演奏しようっていうコラボ企画がありますので、もう絶賛参加者募集中なのでね、もしよかったらラブジャミとインターネットで検索していただいて、こう応募ポチみたいな応募ポチクリック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 していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。いや、時間は早いものであと2曲だ。あれ私だけあと2曲だよ。もうなんか声がガラガラなんだけど、私大丈夫かな最後まで ね。ちょっと皆さんと一緒に盛り上がれたら嬉しいなと思います。それでは最後の曲、タイトンナップとスイートソウルレビューをお聴きください。歌って踊って演奏する
「
奏ありがとうございました。では改めてラブジャミの皆さんに大きな拍手をお願いします。東京タワーのライブはいかがでしたでしょうか。いやなんか今ちょうど目の前に観覧車が見えてて、どこ？あ、見えた。いやなんかこんなすごい綺麗な場所でね、なかなかライブなんてさせていただけないのですごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。ラブジャミ使ってください。お願いします。だそうです。ではじゃあ改めて今後の予定を教えていただいてもよろしいですか。今後の予定はまず明日テレビ東京7チャンネルでそう7チャンネルで8時から10時までのどこか2時間特番で私とラブジャミが出ます。なんか歌番組とかぶってるんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構見たい方がいいかな。あ、そうそうそう、11月4、5、6日にそうラブジャミとラブジャミが東京ビッグサイトでそう3日連続で一番大きいアトリウムステージっていうところに立たせていただくので、ぜひ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 よろしかったら、まあ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。あとはあの、SNS なんかにあのライブ情報がどん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 アップされてますので、もしよかったらチェックお願いします。はい、お願いします。本日この後物販をお持ちいただいているそうなのですが、何をお持ちいただいていますでしょうか。CD 以上。今日はそうなの。缶バッジがあります。なんかハロウィン限定。ハロウィン限定オレンジの缶バッジがなんかみんなの顔が乗ってるので、ぜひ買って覚えてくださると嬉しいなって思ってます。へえ、欲しい、はい、知らなかった。ぜひねゲットして帰ってくださったら嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ラブジャミの皆さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。さて15時からスタートしてきました東京タワー TV もそろそろ終了です。東京タワー TV は毎回素敵なアーティストをお迎えしていきます。次回の放送は土曜日11月5日日曜日は11月6日となります。ぜひ東京タワー大展望台1階のクラブ333にお越しください。この後も東京タワーからの素敵な夜景を楽しみくださいね。本日の MC は門田彩奈ですか、ですかじゃない。失礼いたしました。門田彩奈でした。ありがとうございました。